南港ポートタウン線は、大阪府大阪市住之江区のコスモスクエア駅から、住之江公園駅を結ぶ大阪市高速電気軌道の自動案内機常識旅客輸送システム路線。愛称は、ニュートラム。駅番号を表す際に用いられる。路線記号は、P。ラインカラーは、海と空を模した水色である。大阪南高、先須に作られた住宅団地南港ポートタウンや、 フェリーターミナルへの交通手段として1981年に、墨野江公園駅中府東駅間が開業した。神戸新交通ポートアイランド線に次ぐ日本で2番目の本格的なエイジティの路線で、公営交通のエイジティ路線としては初であり、2008年に東京都交通局の日暮里、トネリライナーが開業するまでは、公営交通による唯一のエイジティ路線であった。当路線は、 地下鉄と同じく大阪メトロが直接運営しているエイジティ路線である。運賃体系も地下鉄路線と一体化されており、両端駅は大阪メトロの地下鉄路線と改札内で乗り換えすることができる。すべての駅が開業時からホームドア設置の島式ホーム一面二線となっている。駅構内案内表示板における案内表記は開業当時からニュートラムで統一されていたが、 近年更新された案内表示では南港ポートダウン線へと変更されている。地下鉄では長らくニュートラムはお乗り換えですと案内していたが2014年3月頃からニュートラム南港ポートダウン線はお乗り換えですと放送が変更されている。駅により列車発着案内が開業時からの反転フラップ式表示のものや百九十七年の大津開業時に LED 表示のものに変更されているものと統一されていなかったが2012年3月よりカラー LED 式の発着案内表示機に全駅で交換された。南港ポートダウン線は歴史的経緯により距離を示すキロポストが2つに分かれている。コスモスクエア駅、トレードセンター前駅間と中布島駅、フェリーターミナル駅間は鉄道事業法による鉄道 トレードセンター前駅中布島駅間とフェリーターミナル駅隅の江公園駅間は起動法による起動となっている。ニュートラム車両基地コスモスクエア駅隅の江公園駅間全線通し運転の列車のほかに車両基地のある中布島駅を始発終着とする列車として早朝及び朝夕のラッシュ時間帯前に中布島発コスモスクエア駅が 朝夕のラッシュ時間帯お及び深夜に、隅ノ江公園発中不等行きが運転される。また、深夜には、コスモスクエア発中不等行きの列車も運転される。日中は、約6分間隔で運行する。また、地下鉄に比べて、車両全体の定員が少ないため、隅ノ江でのボートレース開催時や南港のサキス地区に、あるアジア太平洋トレードセンター、大阪府サキス庁舎、 インテックス大阪でのイベント開催時にはイベントなどの来場者に合わせた増発ダイヤとなる。臨時ダイヤは平日用の A1A2 と休日用の M1M2M3 の5種類あり、イベント開催の集客数などで臨時ダイヤの種類が決まる。臨時ダイヤの場合は常設の時刻表近くに、本日は臨時ダイヤですと表示される。臨時ダイヤの種類の判別は臨時ダイヤ表の右下に、 M1 といった記載があるのでそれで判別できる。南港ポートタウン線は自動列車運転装置、自動列車制御装置による無人自動運転を行っている。しかし、1981年の開業当時は無人運転の前例がなく、無人運転システムへ乗り換えと信頼が得られるまで乗務員を転乗させて監視を行っていた。1991年から 無人運転が一部の列車で開始され、その後すべての列車に拡大されたが、1993年の墨の江公園駅での車両暴走事故の後、しばらくは運転資格を持たない、天井員を天井させて監視させていた。2006年のゆりかもめの車輪脱落事故の際には、乗務員を天井させて、有人手動運転を行っており、平日朝ラッシュ時等に乗務員の運転訓練のため、 有人手動運転を行っている列車もある。コスモスクエア駅中不当駅間は、大阪港、トランスポートシステムの南港、港区連絡船として1997年に開業した。大阪府佐吉庁舎やアジア太平洋、トレードセンターなどがある、南港コスモスクエア地区の交通を担っているが、運賃体系が異なっていたため通算運賃が割高となり、 利用者数が開業当初の見込みより低迷していた。そこで、大阪市交通局のニュートラムと、運賃体系を統一することで運賃を値下げして、利用者増加を図ることになり、大阪港、トランスポートシステムは2005年2月9日に、鉄道事業廃止届を提出するとともに、ニュートラムテクノポート線のコスモスクエア、マイナストレードセンター間の線路以外の施設と、車両などを、 大阪市に売却し、第三種鉄道事業者として、全路を第二種鉄道事業者となる大阪市交通局に対応する形を取り、トレードセンター前から中府当館については、軌動事業を大阪市交通局に譲渡した。同年7月1日から、大阪市交通局はこれらの区間を南港ポートダウン線の一部として運営することになった。なお、 2018年4月1日の大阪市営地下鉄民営化に伴い、道路線の運営も大阪市高速電気軌道に移管された。また、それまで弁天町駅と南港を結び、大津線に比べ運賃が安いため利用者もそれなりに多かった大阪市営バスの 44.44A 系統が上記の大津線移管に伴う運賃の値下げにより、乗客が減少することが見込まれるため、 2005年8月16日から運行経路と区間が変更され、本数もこれまでより削減された。詳細は大阪市営バス取島営業所44号系統を参照。また、2005年7月からの値下げなどの効果により、コスモスクエア駅、トレードセンター前駅の平均乗車人員は、値下げ前と比べて約15から30%増えている。 全駅大阪市住の駅に所在。ありがとうございます。